大事なんだよ、本当に。はい、あのね、郷ひろみ、あ、郷ひろみ、郷ひろみがいい、郷ひろみか、なんかそれか、私が幼稚園の営業行ってやってめっちゃ怒られたんだけど、どっちがいいと思う。幼稚園幼稚園間違いなく幼稚園そうなんだ。めっちゃ怒られたの。なぜ私が呼ばれたんだって話だけど、あの欠員が出ちゃって、急にもう私しかいなくて、あの県名がカトゥーって言うから別に普通の人だろうと思ったらこんなん来ちゃってびっくりしちゃったで、めっちゃ怒られたやつだね。あのそれまでは和気あいあいってやってたんだけど、これやったらあのね、AKB のね、ヘビーローテーションのね、おね、オカマちゃん的にやったやつやったらね、いくわよ。ワンツー、アイボンチュー、アイニージュー、ここ工事中二度と来るなと言われました。ここからすぐ出ていけとねえ言われましたけれど、まあこうやってね、こうやって私ばっかやってもしょうがない。今日ほら、でもほら、女の子もやっぱこれたくさんいるから、私女の子にね、おすすめのネタ今日持ってきたのね。で、それやるにはちょっと男性の協力がちょっと必要なんだけど、私に協力してくれる男性手挙げて。無視はないぜ。あら、拍手。何か罰ゲームみたいな空気出さないんだ。罰ゲームなんか楽しい一環なんだけど、これこそところてんなんだから。おいおけめいけめいきました。こちら並んでください。はい、急にテンション下がったね。めっちゃ笑ってるの見てたよ私。はい、なあなあ、なんだこれ。じゃあね、ごめんなさいね、はい、女性がいるので、大好きな、大好きなダーリンにやるラブラブあっち向いて、はい、もう大好きでしょうがないダーリンへのラブラブあっち向いてほいって言うの。おっし、言っとけ、言っとけ。じゃんけんほいってあっち向いてほいって言ったらどうでもいいから、いや、どっちかいい、すごいっすね、出して。せーの、じゃんけんほい、あっち向いてほい、やだ、私見て、あん。じゃんけんほい、あっち向いてほい、すぐ私見て。じゃんけんほい、もうどこも向かないな。一緒に一丁目二丁目やったよ。ご健康な。一丁目一丁目一丁目二丁目二丁目三丁目三丁目で三、はい、一丁目二丁目三丁目上だっす。まだ返さないわよ。何も終わりましたみたいになっちゃってるのよ。やよ、マジで。ごめんごめん、付き合って、ごめんね。いいよ、なんでごめんか。ノリがいいわ。じゃあ行きましょう。次はね、大好きなね、ダーリンにやるね、おねだりじゃんけん。もう大好きだ。おねだり、おねだり。最初はグーね、せーの、最初はグーね、グッと抱きしまった。じゃんけん、ほいとかもいいから、ずっと抱きしまった。はい、一緒に、いっちょ、もう忘れてんじゃないか。ちゃんちゃんレジ、冷や汗かきすぎ。どうしたのよ、ビール全部出てんじゃないのよ。吸われた。え、何か吸われた。おげんか。どういうことやそれ、ほんとに。一丁目、二丁目、三丁目、ふうね、いくわよ、三、はい。一丁目、二丁目、暗すぎる。一丁目、ふぅー。まだ返さないのよ。ごめん、ありがとね。お名前なんでしたっけ。お名前、はい、クーマ、クーマ、クーマちゃんです。クーマちゃんね、ありがとうございました。じゃあもう一個で、あのね誘惑じゃんけんっていうのがあるんだけど、これもちょっと男性のあの力が必要なんだけど、一緒にやってくれる人手挙げて。はい、手挙げて。はい、あのこのままだとクーマちゃんになるよ。いいの、ヘルプ。じゃあ私がそっちでやってあげるよね。ここ来るの大変でしょね。来たい。いやいや、もうこういう、え、やる、やろっか。やっやってあげるよ。ごめんね、誘惑じゃんけんいくよ。せーの、最初はグーね、グラマーでしょ。じゃんけんじゃん、ちょっとだけ読んで。何ちゅうべしてんだよ。もう今それよ、本当に。あ、違う、クマちゃん、クマちゃんごめんなさいね、よく頑張りました。いいわよ。ねえ、もうね、もう頑張ってやっておりますけど、じゃあちょっとなんか最後、あれ、ライター持ってる人いる？ライター。お、おい。なんだ。
じゃあごめんなさい、ちょっとライターをちょっと出してくれる？ねえ、ちょっとライター嫌なの？散々今まで私が相手しといてライターだけやらどういうこと？そうそう、いや、それをちょっとね、瞬間移動のね、マジックをね、皆さんに教えてあげるから瞬間移動、そうそう、これライター、これライターなの？これライターなの？これライターなの？こうやってつけ、どうやってつけ？あ、じゃあ分かった、じゃあこれ持っといて。違うライター、100円ライターみたいなのある？はい、じゃあこれ、じゃああなた、クマちゃん持ってて、クマちゃん持ってて、クマちゃん、キレイチ、クマちゃん、キレイチ、クマちゃん、キレイチ、さあ、皆さんが、クマちゃん、キレイチ、キレイチか、キレイチ、誰がキレイチみたいな、いくわよ、皆様、見ておいてください。このライターの火が3秒であちらに瞬間移動します。このライターの火が3秒で瞬間移動します。このマジックには優しさが必要です。いくわよ、3、2、1、はいって言ったら突っかる。いくわよ、いくわよ、3、2、1、はい。あ、優しい。クマちゃんに拍手。こんなもんでいいかな、よろしいですか。久しぶりね、どうもありがとうございました。皆さんのおかげで楽しくできました。どうもありがとうございます。多分来月の10月のことかに、テレビ朝日のごめんなさい、深夜5オスカルっていうのにちらっと出ております。よろしければチェックしてください。以上な感じですね。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。We're gonna shout to the top, shout. We're 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 gonna shout to the top, shout. So we're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout.182でございます。182、自分がね今179だから、ね、すごい高いから、すごい高い。まず今日は何のためにどんな感じのライブになりそうですか。今日はですね、私まあ鳥ということで、まあ、みんなで一緒に盛り上がりたいなということで、最初はちょっとピアノを弾き語りたいと思います。とりあえずピアノを1年半ぶりぐらいに弾き語ってから踊ろうかなみたいな感じですね。なのでイエーイ、流してくださいっていう感じで、私あんまり鳥とかないので。
し、玉を抜いてくださいっていうメッセージが出る。知ってる？出る人？下からの、ね、それとも玉を抜いてくださいって言われた時に、もう普通に抜いてますじゃないですか、ね、そしたらもう抜いてますよって返事をしてたんだなと思って待ちました。そのうちはもうアルファ自分が過激になってるから、皮を抜いてくださいっていうメッセージがね、もしか皮をも抜いてくださいというメッセージがあるじゃないかなと思って、ちょっとドキドキしてます。もういろいろ下がないですよ、皆さん。ねえ、本当に今日は、最後、カズさんが加わったことでね、時間かかるんですけど、でも楽しかったですよね、こういう、なんか、本当のお笑いを久しぶりに見たけど、カズさんも楽はいいですよ、ね。どっちかだと思うけどね。はい、大丈夫。これ、じゃあラストステージです。イエーイ。はい、ということで、約1年半ぶりぐらいに、この曲を自分で弾き語りしますということで、嫌なことは先にやってしまおうということでですね。とりあえずまず、カトゥーさんで、ね、みんなたくさん笑ったと思うんで、ちょっと一回、落ち着いて、この後、一緒に盛り上がるために一回落ち着いて聞いてください。